皆さんこんにちは、ズボラ健康運動チャンネルの柴田です。いつもチャンネル登録高評価ありがとうございます。まずはじめにこのテストをやっていただきたいんですけども、手のひらを自分の方に向けていただいて、肘をこんな感じで90度に開いてみてください。そこからですね、肘をぐーっと後ろに引いてみてください。この時に肘の位置が自分の肩の位置よりもぐーっと後ろに引けているかをチェックしてみてください。この動きを余裕で後ろに持っていける方は問題ないんですけども、反対に後ろに持っていけなかったり、持っていった時に肩が詰まったり前が突っ張るなっていう方はちょっと危険な状態です。肘が後ろに引けないという方は巻き肩になって猫背になっていることによって肩甲骨がガチガチに固まってしまっていて、肘が後ろまで引けないという状態になっているんです。猫背や巻き肩になっている方は姿勢によって心臓が圧迫されて、それによって血圧も上がってしまい、肩甲骨が外側に引き離されることによって熱を生み出す褐色脂肪細胞や全身のミトコンドリアが活性化せずに代謝が落ちてしまって、どんどん太りやすくてどんどん老けやすい状態になってしまうんです。これを解消する方法を考えましたので、早速皆さん一緒にやっていきましょう。はい、まず一つ目のエクササイズなんですけども、手のひらをこのように下に向けていただいて壁にドンと当ててください。そのまま体を外側にぐーっとひねっていくと、胸の前から手のひらの上までぐーっとストレッチがかかると思いますので、このままの状態で30秒間キープしていきます。ではいきます、よーいスタート。ぐーっと伸ばしていきましょう。この時に背筋が丸くなった状態で伸ばさないように注意してください。しっかりと胸を張ってぐーっと伸ばしていきます。まずはですね、肩甲骨が猫背で巻き肩でこうやって前に出てきてしまうのを、しっかりと前の筋肉をストレッチして、肩甲骨をね、後ろ側に持っていくようにストレッチしていきます。結構痛い方もいらっしゃると思うので、痛気持ちいい状態でやってあげてください。はい、 OK です。はい、それでは反対側もやっていきたいと思います。手のひらをこっち向けに下に向けて壁にドンとぶつけてください。はい、そのままぐーっと胸を張っていきます。こちらも同様に30秒間やっていきます。ではいきます、よーいスタート。ぐーっと伸ばしていきましょう。猫背巻き肩が強い方は肩甲骨の後ろ側をぐーっと使う筋肉がなかなかうまく使えなくなってしまうので、まずはね、固まってしまった前の筋肉を伸ばして、で後ろ側の筋肉をしっかり使えるようにしていくためのストレッチになります。結構猫背きつい人はこの辺が硬くなっているので、ね、しっかりと伸ばしていきましょう。深呼吸も忘れないように。はい、 OK です。はい、2つ目のエクササイズです。2つ目は手のひらを下に向けた状態でぐーっと後ろに引いてください。そこから少し首を上に向けた状態で胸を張ってください。そのままの状態で肩甲骨をぐーっと中心に寄せて胸を張っていきます。そうすると肩甲骨の内側に力が入ると思いますので、この状態を20秒間、それを2セット行っていきたいと思います。ではいきます、よーいスタート。ぐーっと胸張っていきましょう。後ろから見るとこんな感じですね。ぐー、肩甲骨と肩甲骨の間がぐーっと力が入るように意識してください。いい、もうちょっとです。ぐーっと胸張って、はい、 OK です。はい、では呼吸を整えてもう1セット行っていきたいと思います。では20秒いきます、よーいスタート。手のひら返してぐっと中心に寄せていきます。肩甲骨と肩甲骨の間ですね、中心にある腰頸筋という筋肉を刺激しています。猫背になるとここの筋肉がうまく使えなくなってしまうので、こうやってしっかりと収縮させることで背筋がまっすぐになってくれます。はい、 OK です。では最後3つ目のエクササイズに移ります。3つ目は親指を中に入れてもらってグッと握ってください。そして小指側にグーッと力を入れていただいて手首を外側にひねります。このままの状態で手をひらをグーッと外に広げてください。このポジションで後ろに大きく回していきます。この時に頭の位置が前に出ないようにグッと後ろに引いたまま回してください。これを20秒間かける2セット行っていきたいと思います。ではいきます、よーいスタート。はい、こんな感じですね。大きく大きく後ろに後ろに回していきましょう。結局は猫背になると背中周りの筋肉がサボってしまうので、こうやって大きく背中周りを動かすことによって背筋が改善されていきます。はい、 OK です。
では肩周り少し鳴らしていただいて、もう1セットやっていきたいと思います。ではもう1セットやっていきたいと思います。ではいきます、よーいスタート。こんな感じですね。さあできるだけ大きく大きく背中に意識して胸を張って、肩の肩甲骨ですねしっかり動かしていきましょう。結構熱くなってきますね、体がポカポカしてきました。さあ最後です、頑張っていきましょう。はい、OK です。はい、皆さん、すべてのエクササイズお疲れ様でした。この3つのエクササイズやっただけでも結構全身ポカポカしていますよね。もう一度最初のチェックをやってみてください。エクササイズをやった後では明らかに最初よりも肘が後ろに行きやすいですよね。肩周りのエクササイズをやっていただいたことでリンパの流れや老廃物がドワドワ流れて、肩の位置もしっかり正しい位置に戻って姿勢が改善されている証拠です。今日もこの動画を最後までご視聴していただきありがとうございました。今日のエクササイズをやって全身ポカポカしたよっていうあなたはチャンネル登録と高評価、あとコメントもしていただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします。また次回の動画も楽しみにしておいてください。ではまた。